マキシは、イギリスの自動車メーカーブリティッシュレイランドのオースチン部門が1969年から1981年まで生産した5ドアハッチバック、全輪駆動の乗用車である。設計コードネームは、a d 1 4で、1967年に BLMC が発足する以前の BMC 時代に、設計がスタートし、アレック・イシュゴニスが設計を指揮した最後のモデルである。 当初は、オースチン1500として売り出される予定で、ノッチバックのモーリス1500も生産されることになっていたが、BLMC の新経営陣は、モーリス版については、後輪駆動のマリーナを別途開発することを決定した。また、BLMC 会長のロードストークスは、発売開始から10年を経過した同社のロングセラー、ミニの成功にあやかろうと、 オースチン版の名称をその単義語であるマキシとした。1969年4月24日に発表されたマキシは、1965年に登場したルノー16の影響が感じられる後ドアハッチバックで、室内は広く、リアシートは折りたためるだけではなく、リクライニングしてフロントシートとつないでベッドにすることも可能だった。また、五足ギアボックスが、 標準装備され、5ドア5足5人の利をアピールし、高級車のジャガー x j 六を除くと、BLMC 発足後最初の新型車となることも、あって、華々しく売り出された。エンジンは、同社の E シリーズ千四百八十五 c c で、アンダーパワーとの世評に対応して、千九百七十年には千七百五十 c c 版、千九百七十二年にはその、ツインキャブ版、 HL が追加された。マキシには、売り物の5速ギアボックスのシフトリンケージ不良、エンジンとギアボックスを共通のオイルで潤滑する、イシゴニス式レイアウトの弱点である、潤滑不良、クラッチオイルの漏れなどの問題が多発、徐々に改善されてはいったものの評判を大きく落とした。ボディデザインもコスト削減のため、1800までのように、ピニーファリーナが起用されず、 ドアパネルを1800と共用させられるなどの制約を受け、新型車らしいインパクトに欠けていた。初期モデルの内外装もシンプルに過ぎた。これらの理由からマーキシは発売当初の期待を下回る販売成績に終始することになった。モデル末期の1980年8月には小変更が加えられ、マーキシ2に発展したが、1981年末を もって生産中止となった。実質的な後継者は1983年登場のマエストロである。1969年に一台だけ当時のディーラーであるキャピタル企業によってサンプル輸入されたが、正式発売には至らなかった。ありがとうございます。